ついに、YouTube の整形だけで一人暮らしを始めた期待の新生古地です。コメントがひどいな。ダンスの曲には小型キーボードはあまり向いていない。あ、OK。 さあ、前回引っ越してきて、2ヶ月分の家賃を払ったというところで、結構な期間払わなくていいのかな。じゃあそのまあ親からも解放され、そうですね、同居人もなんかできるらしい的なことも聞きつつ、インターネット回線も良くなったりしているというところですね。チャンネル登録者減ってる。でとりあえず今回の目標というかゴールが一応あって、アコースティックと5万人の登録者ですね。でアコースティック買うと、なんだろうね、この演奏ができるらしいんですね。弾き語りでもするのか分かんないけど、もう買ってみるか。ミュージックビデオって何？あ、それね。オリジナルが分かんないな。ちょ、うせろ。クリエイティブコモンズマークついてるやつってあんのかな？あ、見てみればいいか。その辺ちょっと分かんないから。あんなに誰か来た。今日は調子が悪い。恋人と喧嘩しちゃってね。いない私にそんなこと言うのか。ふざけたやつだ。あった。楽曲ライセンスベーシック。再生数1万。1万って何ですか？ 1 万っていうのもわかんない。ジャズだね。別に、ちょっと。フォロー解除しよう。チャット、ごめん。しないわ、そんなの。ヒップホップオンリー FM。 アップグレードって何これ。ライセンス、さらなる視聴が得られるようライセンス期間延長しますか。再生数限られてるってことかな。スタンダード 100K。 スタンダード 100K って何ですか。 一旦俺いくら払ったんだ今。値段書いてあるこれ。まあいいやろ。いいね、これ買おっか。アコースティック買えなくね。もうちょっと動画撮るか。あれ、いなくなってる。あ、間違えた。あ、そうそう、これ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 待ってたんだ。あ、作曲するってある。あ、自分でやんのか。おお、ちょっと待って、それ後にしよっか。なるほどね。それはオリジナル選べるわけないわ。作曲してないもん。エレクトロとダンスは相性悪いらしいんですよ、これと。あんまり、あ、めっちゃ悪いじゃん。ジャズだもんね、あれ。合う曲ないんじゃないよ、思ってる中に。絶対ないぞ、そうなると。ポップド。未知数だね。コメントちゃんと見た方がいいね、あれ。非常に参考になるコメントがいっぱいですよ。現実の YouTube と一緒で。おだてていく。視聴者をおだてていく。さあ、これ足りないんじゃないの、数字。うまく調整していく。余る。OKOK。まあこれ最近では最高の出来だよ。結構プロクション2000人もいってないんだね。作曲はなんか個人的になりそうだもん。かっこいい。英語かっこいい。どうしよう、名前。なんかちょっとここの辺でいい感じのやつやってみる。 Getting Hits Music いいんじゃないこれで。エレクトロ、これ何、このメロディーって、ね、こうだと激しくなるのかな。激しくしよっか。いや、リズムこうしよう。うーん、うーん、おー、書いてる書いてる。作曲家らしいことしてんなこいつ。
あ、できたできた。あ、いいんじゃない別に。違いが分かんないの、前のやつといまいち聞いてないし、そんなに。なんかしてる？君のカタログから何か演奏したいんだけど、これがうざくなってるなら教えてくれよ。ちょ待ってよ、話そう。話そうよね。おお、待って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 。嘘だろ？弾く分にはいいよ、話そうよ。この動画、うん、クソ。ハッキンだ、ハッキン。クソ。これだよ。ポップの曲に一番合うのは小型キーボードなんだ。いい調子だね。お、オッケー、いいの分かった、ありがとう。あーって話そっか。どうした？あ、チャット？あーって話すんじゃないの？まあいいや、じゃあちょっと待ってようか。部屋の中で見てみるか。これなんだろう？あー、ワイヤーか。マフラー。マフラーだけかけてんな。おしゃれだね、こいつ。服はないの？しまってんの？ここに全部。すごいね。あーって話す。チャットでしょ？だって。すごいな。文字で上がるか待ってようか。チャットってこんな途切れるっけ？前なんか止めるまでやれたけどな。今すぐ切れるね。いや別にそんな深い関係になりたいわけじゃない。うん、ふん、うん、ふん。こっからの視点だと、お、あ、ごめんごめん。あー、ごめん、そこまで来てくれたのか。でも寝たいんだって。な、ポップ、何がおって言ったっけ、もう忘れたぞ。ポップって言った？ポップだよな。フリーゲームズ。曲名じゃないな。ファーストラブ、おー、いいねいいねいいね。リズムガンガンでいく、これ。さあ2回目の作曲。アングルがむずいんだよね。案外書くの早くないこいつ。あ、こんなスピードで上がってってんだ。お、いいんじゃないの。いや元気、すぐ近くに住んでて君の家からかっこよく流れてくる。私のために曲を一個。あ、いいよいいよ。オッケー。小型キーボードで演奏される Dreams of You はアフェクション作ってほしいんだ。カバーね、オッケー。すぐに送るね。了解。アコースティックギター買わねえとな、まず。まだかな。届いた。これか。カバーで、ポップがいいらしいね。ポップで、あ、ほんとマックスや。親和性マックス。おお、すげえローテンポだね。曲の中でイエーとシャウト。間違ったコードを弾いたが、その間違いについて説明した。歌ってないんだよな。まあいいか。あ、誰か来た。いやさ、お前さ、何急に。断り入れてよせめて。ニューミュージック、おー、いいね。ニューミュージックステーションか。しかもいねえし。せめてじゃあ待っててよね。んだ、ありがとう。あ、ごめん、見てなかった。別に見てなかった今。ちょ、オリジナルソングやりたいんだよな。よし、まずアイディアを高める。飯と睡眠で高めて。経験値全然入ってないんだけど。うんふん、うんふん。あ、曲全部作ったよ。アップロードして初めてか。オッケー。時間あるね。曲作る？時間あれば曲作る。
働きに行くか。音楽ショップ店、あ、この辺も変わったね。お前はプログラミングとかしてたよな。ゲーム実況者がプログラミングできるかって言ったら多分9割くらいできないだろうけど、もうちょっとか、 9.8 割くらいできないね。別のことですもん。コメントをたまに押せないんだよな。あ、終わった。こういう場合はあれか、こっちから見ろってことか。ネットワーク、高級アパートか、絶対無理だぞそれは。あったあった、これだこれ。こうやってやれば見れるんだよね。まず寝るか。あそこ上がってるから、その後作ればいいかな。あ、あるあるある。ファーストラブファーストラブ、めっちゃおしゃれやん。おー、いいね。何通りあるんだろうね、曲の感じ。僕個人的に5通りなのかなって思って、5通りじゃもうちょいか、10かな、10くらいはあると思うんだけど。作成の時に、テンポと BGM ね、もちろんそれ見てからの話そっか。とりあえず完成させて。あ、また人来てる。あー、なんか知らんけど、めっちゃ疲れてる。大変な作業になり疲れきてしまった。登録者、動画を気に入り、さらに登録者超えた。編集の話かね。これさ、メロディーが1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 か。でここで10通りあって、こっちで10通りなのかなと思ったら、合計20通りになるよね。でそこに歌とかキーボードとか別々の音源入れれば結構な通りありますよね。寝ていいと思うよ。服を変えたいな。コメントコメント。ファーストラバーすごくいいね。君が有名じゃないのが残念だ。すごいヒット作になれただろう。おいおい、なんでそれ、どういうことだよ。じゃあグッとやろう、それは。この曲どこで入手したって。くそ、呼吸されてる。折れちゃうぞこっち。イエーイ。しかしポジティブだね。あ、ごめん、合わないわ。飯をまず買って、やっぱこれ効率よくホットドッグやな。とりあえず目標であるアコースティック買うか。本当は違うの買いたいんだけど、しょうがないよ。帰って言うもん、しょうがない、しょうがない。そろそろアップグレードしたいんだよな。毎回離れるっていうね、無駄さね。この辺だけ買っとこう。ごめん、ちょアコースティックやりたいんだわ。あ、すげえ、全然字が読めない。変わったかな。変わったね。イベント全然ないじゃん。せっかくアコースもらったのに、買ったのに。あ、いやいやいや、全然やっちゃって。見るか。お前歌う派ね。歌い手か、君は。アコース増えたね。売却。ふざけんなって。ん？君みたいな友達がいるのは素晴らしい。オッケー、ありがとう。
やー作った曲誤評されちゃったな。低いね評価、評価というか2曲だけか。次 Getting His Music 行こっか。アコースティック行く？気になるね。ジャズだろうけど多分低解像度しかないじゃん。アコースティックどんな感じだろう。気に入ったので作っていきたいよね。ああ、ベースの音にアコースティックが乗るんだね。すごいな。一応いろいろ経験したいね。じゃあ、一周したね。その後ホットドッグ食って。編集がひどいだと何を改善すればいいんだろう。レンダリングに10時間かかるんだけど。よっしゃ、曲作るのは何だろう、何に依存するんだ、レベルか。うんふん、うんふん。作曲にレベルはないもんな別に。オープン、いや、ダサい。ローケントゥモローいいね。ジャズ作ってみるか。すんげ落ち着いた曲作る。すべての待機ゼロです今まで。やばい、ちょ今回長いですね。そろそろやめようかな。今回作った曲を次回最初にちょっと聞いてみよっか。ここ何に依存するか気になるな。星があってその評価に応じて上がると思うんだけどさ、1だな。この動画とても気に入った。 OK、そう悪くもないもんだけど、ジャズの曲にアコースティックギターよりいい選択肢があるんじゃないかな。なるほどね。お前バットマン何人いるんだクソ。今はショップで買える、あ、そう、レベルが低いからかな。さあ、ではじゃあまた次回お会いしましょう。